どうも、セレストです。今日もね、ダンスホールの最新ニュース、ホットな話題を届ける、ホットダンスホールニュースやっていきます。今日はね、一つの曲に焦点をね、当てる企画になります。まあ、新企画みたいな感じで。まあ、リディムっていうのはあったけど、まあ、一つの曲、そのエピソードをね、語る新企画ってことで、今回特集するのは、スターラグリディムでね、異彩を放つスーパービューグルズのね、 ダスト・サウンド・ボーイです。で、まあ、この曲はね、かなり有名だと思うんですけど、まずね、この最初のこれですよね、これ。Well, まあ、まだまだ続くんですけど、この最初の入りですよね。まず曲行く前に、まずこれは何なんだと、結構思う人もいると思います。でも、 この曲はもうね、あのー、定番中の定番の曲になってるから、そのままね、あ、これはこういう曲なんだってスルーしてる人と、スルーしてる人もいると思いますけど、まずね、ここを消化してからやりたいと思います。で、これはね、最初に歌ってるのは、まあ歌ってるっていうか、声を発してるのは、ファジー・ジョーンズっていうね、イントロマンです。で、イントロマンって何っていうと、 まあ、日本で言うと、まあ、歌謡曲の前にね、あの、歌っていただけましょう、みたいな感じでね、この曲はみんなに愛されてます、みたいなことをね、説明して、曲に行くじゃないですか。まあ、あれと一緒ですよね。日本で言うナレーションみたいな。それがジャマイカのイントロマンですよね。だから、このファジー・ジョーンズはね、ジャマイカの徳光和夫さんつってもね、いいと思います。はい。ってことで、この、まずファジー・ジョーンズ、 どういう人かっていうとね、あまずね、この曲、この曲って、このイントロ何言ってるかっていうと、まあ、今からやばいね、曲がかかるから覚悟しておけよ、みたいな。この音こそチャンピオンサウンドだ、みたいなことを言ってるんですよね。だからまあ、はい、ここ注目、みたいなね。そんな感じですよね。はい。で、彼はね、あの、イントロマンのね、元祖ではないんですよ。まあ、彼の前には、 ま、ー・リックショット。パンパン、ピャーンっていう人です。ですよね。あとはね、ジャッキーリックショットも有名。で、ま、この人たちが元祖かっつったら、ちょっとよくわかんないんですけど、ま、イントロマンなんてね、あの、全然発明というか、発明というよりかは、その人自体にスポットが当たるみたいな感じなんで、ま、その人、その人たちが有名なんですけど、このね、えーファジー・ジョーンズは、 イントロマンのね、レベルを一つ押し上げたっていうね、ネクストレベルにも、持ってったっていうね、人なんですよね。で、このね、イントロマンっていうのは、まあ、何から火がついたかっていうとね、当時ね、サウンドシステムの乱立とかで、まあ、自分のオリジナルの音とか、あとは海外からのダブプレートの発注とかで、かなりね、 需要があって、それで、まあ、その曲を際立たせるために、イントロマンっていうのがね、人気になるんですよね。だから彼もね、かなりその当時、すごい忙しかったらしいですね。あの、ダブプレートの需要があって、アローズにずっと引きこもってたみたいな感じで。で、彼のスタイル、このスタイルですよね、なんか、ゆ、なんか、の、呪いのような、なんか、悪魔払いのような、なんか、この、 スタイルなんですけど、彼のスタイルは、どっから来たかっていうと、まあ父が牧師なんですよね。で、牧師なんですけど、まあ海外の牧師ってなんか、あのー、演説みたいのを結構するんですよね。神は私たちを救ってくれますみたいな感じで結構、なんか演説みたいなね。多分それを見てて、彼がね、あの、それをまあ、声が結構テてツなんで、 そこイントロに落とし込んだって感じでこれが誕生したんですよね。で、平日はイントロ撮って、週末はね、えー、田舎に暮らすっていうね、あの、そういう生活をしてたらしいですね、このファージー・ジョンズ。で、まあ、彼はもともとね、DJ 志望で、まあ、DJ をやってたんですけど、まあ、当時ね、テラー・ファビラスとか、ブジュとか、こうニューエイジのね、もう結構天才 DJ とかが台頭してきてて、 ちょっと厳しい戦いになってて、まあ、そこからね、イントロマンにね、専念した。まあ、専念したのか、どうかわかんないですけど、まあ、イントロマンというね、役割が強くなってきたんですよね。で、そこの、ジャミーズのスタジオを出入りしてるときに、この歌の主でもある、スーパービーグルズとね、出会うわけですよね。そこでね、えー、海外のね、ダウンプレートを撮ってたときに、 こいつやべえなっていうのがスーパービーグルズのね、頭にあって、まあ、それがね、あのー、最初の出会いか分かんないですけど、まあ、こう、印象があったと。ファジー・ジョーンとスーパービーグルズ。で、まあ、この曲がね、どうやってできたかっていうと、とある日ね、えー、スーパービーグルズはね、ケイプルトンとブジュと一緒に、あのー、テクニックスのスタジオでタムロしてリリックを考えてたんですね。 そしたら、あのー、当時、あのー、スーパービーグルズはすごい好きな歌があって、それがウィリー・ウィリアムズのハルマゲドンっていうね歌ですよね。あのリアルロックのスタジオ1から出てる、まあ、コクソンか、彼ら出てる。あの歌が頭に流れてきて、これをね、えー、当時流行ってたサウンドチューンに変えたら面白いんじゃないかってことで、ダストア・サウンドボーイのリリックを作ったわけですよね。 で、まあ、歌のメロディーはね、これ完全に、ハルマゲドンなんで、あの、替え歌みたいな感じで。でそれを、えー、ウィストン・ライリー、あの、テクニクスのオーナーですよね。それに聞かせたところ、彼が、えー、膨大なリディムの中からスターラグを出して、これで歌ってくれと。で、当初は、イントロはなかったんですよ。ファジー・ジョーンズ。なかったんですけど、 もう一個この曲にアクセントを加えようってことで、スーパービーグルズのね、あの導きで、このイントロが付け加えられたと。まあ、大成功ですよね。で、この曲はヒップホップでもね、すごいサンプリングされてて、まあ一番有名なのはカニエのマーシーですよね。あれはもう世界的にもヒットしたし、ものすごい売れ、売れましたね。 ただしかしね、お金はね、払われてないらしいです。まあそんなもんなんですよ、はっきり言って。ヒップホップでもレゲエでもサンプリングで、みんな、あの、有名なアーティストは全部サンプリングクリアしてるでしょみたいな思ってるかもしんないですけど、払われてないですから、はっきり言って。まあ払われてるものもありますよ。例えばマイケルの曲サンプリングせいってバックレのことは結構不可能なんで、そこら辺は払うんですけど、 まあ、現状はこういう形なんですよね。で、それに対してね、スーパービーグルズはね、まあ、お金はもらえてないけど、あのー、ファジー・ジョーンズにはお金払ってほしいみたいなことを言ってて、ただね、ファジー・ジョーンズはね、もう、この世からいないんですよね。いつ亡くなったかっていうと、亡くなったね、年代はね、定かじゃないんですけど、98年っていう説と、2005年って説があるんですけど、 交通事故で亡くなってしまってるんですよね。だから、あの、スーパービーグルズは、せめてね、あの、ファジー・ジョーンズの家族にも、家族にはね、あの、サンプリングのね、あお金払ってくれ、みたいなことは言ってましたね。で、まあまあ、スーパービーグルズで言うとね、他にはワイニングスキルとか、えー、レ,レジーステッパーのね、あれもまあビッグチューンなんですけど、あの曲の秘話としては、 あの曲は、なんか当時道歩いてたら一人の女の子と知り合って、その子がミキシングラブのプロデューサーの彼女で、で、あんた歌詞やってんだったらちょっとあの、この曲聴いてくんないっつって、当時売り出そうとしてたレジーステッパーのね、ワイニングスキルがもう出来上がってて、それ聞かせたところ、スーパービーグルズがね、あの、もうちょっと甘い要素が必要だって、 あのー、自分の声を乗っけた、まあ、これもねあのパクリなパクリっていうか替え歌なんですけど替え歌ってか買いうか替え歌でもねパクリですよねパクリのメロディーを、あのー、カモンリトラーガールと、あのー、もう一つね、あのー、乗っけてそれでヒット曲にしたっていうね、まあ、ちょっとパクリ癖がある人なんですけど今でもね声はすごいいい声してるんで。 結構安くダブとか撮れると思うんでね、サウンドマンの人はね、これを機にスーパービーグルズとかね、あの、自分で連絡して撮ってみてくださいってことで、今日はね、えー、ダスターサンドボーイの話でしたで。よかったら高評価とコメントよろしくお願いします。